はい、よろしくお願いします。最初はグッジャンケンポイ、おっしゃ、こちらが先行、1、2、3、4、5枚手札、うん、5枚手札、はい。ではまずは作戦フェーズの1枚手札を、はい、よし。じゃあこちら1枚はフェイルーンとキリノを配置しました。はい、じゃあこちらは草加と真鍋、この2枚を設定します。じゃあこちら、はい、キャラクターの配置はフェイルーンにフェイルーンを重ねて、はい、ライモンのキャラを捨てることで、お、ワンダバ、ワンダバを持ってきます。はい、そしてそのままスタッフエリアに配置、はい、終了。じゃあそちらがワンダバ使うなら、こちらも黒岩流星監督を使います。流星を置くと山札から稲妻ジャパンのカード持ってくるのは、松風天魔のギャラクシーキラー、キラーン。お、眩しい、嘘つけ。さあこれで、そして、うん、以上でいいです。以上で、はい、よし。じゃあこちらは、今配置したフェイルーンをバトルキャラクターに選びます。レベル3で1000、こちらは真鍋を設定してレベル3、1100、1000対1100、はい、パス、パス、こちらもパス、よし、せーの、バーニングチャンス、200、700、おお、よし、でこう、すごい声でかかったな、今こんな出ると思わなかった、まさか、はい、はい、じゃあこちら攻守交代、ドロー、ドロー、こちらはカードはどうしようかな、置きません、置かない、はい、じゃあこちらも置きません、はい、じゃあ、突破フェーズ草加、こいつは自分の突破フェーズプラス1だからレベル3、1000、お、じゃあキリノ、キリノもブロックの時は強くなるのでレベルが3、1100、はい、じゃあ100差でそちらのリードね、パスで、せーの、バーニングチャンス、600、うわー、いったと思った、600で負けるとは、お互い、ドリブルで失敗と、そうだね、はい、よし、じゃあこのターンは終了、こんな向きでメッチに戻します、はい、はい、じゃあ次まずはドロー、ドロー、お、来た、じゃあ白龍と太陽いきます。じゃあこちらは神道、そして剣、この2枚を置きます。あ、ごめんなさい、逆でした、剣と神道、なるほど、はい、じゃあこちらは、よし、じゃあ太陽を配置します。なるほど、こっちは守備なんでゴールキーパーの伊吹、はい、1200上げておきます。1200まで上がるのか、はい、じゃあこちらバトルキャラクター1000、太陽で、1200、はい、こちらは神道拓斗レベル2900、じゃあこちらパス、こちらもパス、300差で、じゃあバーングチャンス、400、500、突破成功、なるほど、じゃあシュートフェーズドロー、よーし、じゃあこれ太陽でシュート、1200でパス、1200、うん、絶対守るぞワイルドダンク、うわ、800で2000、さらに熱血を出すだってプラス500、2500まで上げておきます、2500、1200、厳しい、じゃあこちらパス、はい、はい、じゃあシュート、バーニングチャンス、バーニングチャンス、バーニングチャンス、はい、キャッチュー、ナイスイブキー、ワイルドダンク強いな、ナイスイブキー、やるな、よし、攻守交代、攻守交代、じゃあまずは1枚ドロー、カードを2枚置きます、はい、よし、ここで出すのは剣と振動のスーパー絆リンク、もうスーパー絆リンク、お互いレベル6マックスになってますね、すごいの来たな、はい、よし、じゃあこっちはワンダバ出して、札に入れるのは、札に入れたのはなんだ、こちらしんすけ、お、よし、で、しんすけをそのまま出しちゃいます、はいはい、はい、いきます、なるほど、で、突破フェーズ、はい、突破フェーズは、BP がでかいの剣の方を選びます、はい、2400、こちらは太陽なので700、はい、技はパス、こちらもパス、はい、バーニングチャンス400、あー、さすがに、
シュートフェイズドロー。よし、ここでは念のため鶴木京介にゴッドウィンド。ゴッドウィンド。プラスロップから3000まで上げてみます。うわー、2000か、厳しい。はい、じゃあこちらは新助でしたけどパス。はい、じゃあ3000対1600。はい、バーニングチャンス。いいな、ズマジャパン1点先制。決められたか。はい、おじゃあこのターンは終了。まだ最後のターンがある。はい、よし、でベンチのお疲れ様。まずは1枚ドロー。まずは1枚ドローして、ドロー。でカードを2枚置く。なるほど。はい、じゃあこちらは錦とダナークを。なるほど。じゃあこちらは天魔と実在た菜の花きなこ。おっ、じゃあこちらキャラクター配置はスーパーダナーク。なるほど。ランマル。なるほど。こちらはカードは置きません。置かない。はい、よし、チャンスだ。じゃあ突破フェーズ、バトルキャラクターのザナーク。レベル4で2000。こちらはテンプ。3対1まで持ってった。勝てるかな。じゃあ攻守交代。攻守交代か。はい、カード1枚ドロー。ストロー。はい、来た。さっき引っ張ってきた松風天馬、そして剣京介でスーパーキズナリンク。スーパーキズナリンク出たか。2回目、本日2回目。2回目なるなぁ。しかも負けじとメキシマックスだ。突破フェーズ。突破フェーズのバトルキャラクターの選択。はい、じゃあ松風天馬レベルマックス2100。こちらは錦レベル2で800。はい、パス。こちらパス。はい、じゃあせーの、バーニングチャンス。こちらバーニングチャンスプラス1なんで、もう1枚めくります。はい、はい、で突破成功。突破成功。はい、さすがにこれは止められない。よし、じゃあシューフェーズドロー。最強入れは可能のお返しでもしちゃおうかな。なんだと。天馬、剣、そしてきなこ3人がいる時に使える必殺技がこれだ。トリプルクラッシャー。なんだと。プラス2500。 2500? Yes. そんなカードあんの。 BP4600 まで上がりました。 4600? こっちの新助は1600。戦略的パス。はい、バーニングチャンス。3100。3対2、さらにバーニングフェーズでシュートフェーズになります。ドロー。来たぜ。ファイアトルネードトリプルクラッシャーからのファイアトルネードトリプルクラッシャー。マジか。頭や4600。4600。まだ2対3。まだ2対3。戦略的パスだ。オッケー。来い。バーニングチャンス。おー。やりたい放題だな。じゃあシュートフェーズ、ドロー。ごめんね、今振ったね。3点目。はい。あー、ここはきっちり止めないとな。シュートフェーズ引いた。シュートフェーズ引いた。俺も引いた。よし、じゃあ必殺技、ファイアートルネードトリプルクラッシャー、トリプルクラッシャーからのファイアートルネードダブルドライブの方。ダブルドライブきた。こいつは、剣が BP 今1800になってるから3900。3900。1900だと、くっそー、こうなったら、しんすけのレベルを、カードを1枚捨てて、1900まで、そうだよね、レベル4で1900まで上げた。しんすけ止めないと負けちゃうからね、それも。よし、ここは、太鼓交換。2900まで上げた。お、さらに、あれ来る？そう、しんすけは必殺技2回使えるので、ぶっ飛びパンチ。お、なので、こちらは、
1500上げたので3400の2枚めくりだ。3900の1枚めくり。こっちはよし、これで勝負だ。せーの、バーニングチャンス。200からの500。4200。こっちはこちらは3400に700が足されて4100。ゴー100差。